にちは、カブクです。さて、遅刻シリーズ、遅刻シリーズ来ました。新春アルバイト企画、おおバイト企画、バイト企画来ましたね。去年ぶりですね。去年ぶりですね。去年はあの九州のモニちゃん同業者のところで働きましたけど、はい、今回は生産者様のところで働きます。おお、いいですね。また違った目線で、そう、なんか、まあ、一応僕販売する側なんですけど、はい、メインか、それを他店舗に出す生産者さんの手伝いをするっていうなるほど、お店に来るまでを。そうです、そうです。もう生産者のところで出荷から何からやれることはやっていきたいなみたいな感じで向かってるんですけど、向かってる先が、まあこれは知ってる人多いと思います、四国高知県の生産者といえば、はい、来ました、三本園芸。三本さん、三本園芸に向かってます。はい、これもちょっとざわざわってしそうな感じの生産者さんなんですけど初、うん、まあ四国が初なんで、はい、そもそも三本さんのところ行くのも初です。というわけで新春バイト企画、どうぞご覧ください。はい、三本園芸さん到着しました。ここ順平さん、はい、すごい綺麗な、これなんだろうね、川なのか用水なのか、透き通ってますね。透き通ってる、ほらこれアナカリスだよ、これ順平さん。植物知らないら、分かんない、これアナカリス売れるんだ。あ、そうなんですかメダカの水槽に、うん、ということでちょっと高知県、はい、来ました。いや、今日はねバイトしに来たんで、はい、ちょっと行きましょうか、楽しみです。はい、純平さん、はい、見えてきた。うわ、すごっ、眩しい、すごっ、広い、広っ、ここだよ、間違いないめちゃくちゃ広いじゃないですか。めちゃくちゃ広いね。ビオラと、あと何があるんですかね。ファンジービオラとか、クローバーとか、あといろいろ一年草とか宿根草作ってらっしゃるんですけど、まあファンジービオラが一番今の季節というか、うん、冬場多いですかね。で、これ多分もうピークは超えてると思うんで、はい、多分こんだけ面積取ってるってことはピーク時相当よ多分全部埋まってるってことだねあー、そっか、今もう一旦落ち着いた、そう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 、で、からくりのところがあるんだけど、実際は全部埋まってたってことですね。あ、身元さんっぽい人発見。本当ですか。どうした。多分、はい、僕会ったことないんだわあの写真でしか見たことない多分そうです。行ってみますか。うん、三本さん、ああおはようございます。あ、本物だ、本物すいません、来ちゃいましたどうもどうも、はるばる高知までありがとうございます。そうでもないです。いい、三本園芸さん、三本さんです。僕会うの初めてで、メールでのやり取りしかそうです、ね、したことがなくてですね、まさか三本さんと繋がれると思わなかったんで、あ、今日ぜひともちょっと、はい、見せていただきたいというよりは、うんうん、アルバイトえちょっと作業手伝わさせていただきたいなと思いまして、あ、迷惑をかけない範囲で。わかりました。大丈夫ですか。ちょっとなやってみましょう。できる範囲で頑張りますこれでもいわゆる市場とか園芸店に出荷するものですもんね。そうですね。そうですよね。はいはい、生産の方してらっしゃるんで。そうですそうです。僕手伝いして、はい、園芸店届きますよ。あ他店舗に。ああ、ぜひぜひ。作業の前に、はい、ちょっと僕今本当来たばっかなんで、うんうん、ざざっとちょっと見せてもらうこと可能ですか。はい、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、今ちょっと喋ってきたんですけど、その辺にトレーとか空いてるじゃないですか、はい、場所、はい、これやっぱピーク時はもう全部そう埋まってる状態ですね。埋まっちゃう。で、まあ、ここなんかもう何回転2回転ぐらい、こう1回も半分ぐらいなくなってまた入れてとか、そんな感じですね。向こうももうだいぶもう少なくなってます、出荷終わって。そうですよね、はい、でも向こうまで、向こうにさスタッフが動いてるのが見えるんですけどあっちもあるんですよ、ね、あるクローバーがありますね、向こうには。クローバーね、はい、三本さんクローバーね。そうなんです。見たい、それ、はい、いいですか。あとあれですよ、パンジービオラ。ビオラです、パンジーですね。ビオラ、はい、あのオリジナルの向こうの方にありますか。あります、ね、ちょっと見せてもらっていいですか。はい、うわ楽しみ。はい、ありがとうございます。はい、うわ、これハウスの今裏側、はい、皆さんすごい作業を。これ朝何時からやってるんですか。
8時からとパッツさんはまあ9時からっていう。なるほどなるほど、はい、朝一から。そうです。もう結構長年の方だ。そうですね、まあ、臨時の人もいますけど中にはね。これよこれこれオリジナルビオラ。ビオラこれオグマのアンおったよ。アンアン見たことありますね。ここのやつはなんか ここはもう最後ラベルさせて出す。あ、これは多分注文分ですね。こう揃ってるからね。なるほどなるほど。最後の方本当にもう12月もうほぼ終盤ですね。なるほど。はい、11月やっぱりメインでメインでね。ずっとピークで全然出ますので。お、ちょっと軽トラックが。はい。あれなんですか軽トラは。軽トラックまあカゴトレーの残ったのをちょっと移動する。おお、はい、すごい。リアルだ。生産用の。生産用の。出荷用での生産用。すごい。テキパク手際がいいですね。あれちなみに何やってらっしゃるんですか。クローバーのね、いら、うん、あのダメなところをちょっと取ってるんですよ。葉っぱの黄色いとか。あ、ピンセットで取ってる。はい、手と。そうです。うわ、細かい作業ですね。とても職人じゃないですか皆さん。ねえ、クローバーそれあれですか、大変ですか。そうですね。慣れた。慣れてないですか。いや、なかなか細かい作業で。細かい作業で、うん、いやーすごっ。やっぱ綺麗に綺麗に取ってからしか。そうですね、そうしないとやっぱお客さんに届けるからね。こういうことですね。黄色い葉っぱ一個一個あやってやってらっしゃる。ここもすごいじゃないですかこれ。いや、ちょっといろいろとね、細かく細かくアジュガとかね、いろいろありますけど、アジュガ、芝桜、秋咲く芝桜とかはあるんですね。秋咲く芝桜。はい、あこのピンクのね。今咲いてますね。はい、咲いてます。へえ、まあ。ちょっと新しい種類で秋咲く芝桜で、サンジェルマンという。ちょっと見ていいですか。はい、出てます。ちょっとね、草ぼうぼうになってますけど恥ずかしいんで。けど珍しいんですよ、本当に。これミモさんのところはオリジナル？いや、オリジナルなんですけど、そういうのが、はい、あってですね。それで秋咲くのは今年初めて分かったんですよ。本当だ。春だけかと思ったら、あ、秋咲くじゃんと思って。花でかいですね。そうですね、ちょっと花大きい。目の柔らかいピンクですね。なんていう品種でしたっけ。これサンジェルマン。サンジェルマン、はい、で販売してます。すげえ、ポットの苗もサイズもすごい、はい、バッチリ。2回咲くっていうね。ちょっとどうしてかわかんないですけど、まあ、カットして綺麗にすると、あの秋バーッと咲いて。へえ、はい、それなのか、うん、そうですね、ちょっとまだはっきり分かってないですけど、秋綺麗に咲いてびっくりしました。へえ、はい、秋咲き。春もたくさん当然咲きますよね。芝桜ですから。おお、すごい、いろいろある。はい。新しいなんか今年はいろいろと取り組んでます、ね。ちょっと美穂さんごめんなさいね。はい、どうぞどうぞ。気になっちゃったこれ。あ、ここね。はい。綺麗じゃないですかこれ。これうちの店入ってないですよ。これね、少ないんですよ。少ない。生産数がめっちゃ少なくて。ライジングアイス。ライジングアイス。これちょっと見たことないかもみたいな。見つけちゃった。これはもう注文分。そうですね。うわあ、綺麗だわ。これよこれ、はいはい。これをここで作ってるわけよ。これ大事な。これあ、これすごい。たくさんあるじゃないですか。そう、ここにあるんですけど。たくさんあるじゃない。予約がもう先に入ってなかなかね、ちょっと種の量も限られてる品種ですね。確かに。向こうもある。はい、そうです。はい、どうぞ。わあ、すごいじゃないですかこれ、はい、うわ絶景絶景。これでもね、空いてるトレーもう終わって出荷してるってことですね。そう、終了してですね、ここへちょっと他からもちょっと集まってますけど、これじゃあ全部ザーって揃って。ザーッと揃います。11月上旬とか中旬ぐらいはいっぱいですね。はい、あの上から眺めたら最高じゃないですか、はい、そうですね、景色もいいですよ。景色最高で、今日なんかね、すごいね、こう晴天で綺麗だと思います。まあちょっとね、いっぱい埋まってないのがちょっと残念ですけど。いや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 、はいはい、まあこんだけあったっていうことで、はい、これでもオリジナルですかこれ。そうです、はい、全部そうです、はい、やってらっしゃる。話すに。こんにちは。こんにちは。それは何やってるんですか。オリジナルミューアの掃除をしてます。掃除、はい、あ、もうダメになったやつとか。そうですね、へ、はい、ちょっとこれを花壇の上に植え込みに行くんで。植え込みに行く、はい。どういうことですか。私が依頼されてるあの会社さんの花壇、はあ、そこへ植え込みに行きます。え、何者なんですか。私ですか。あ、妻。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 
子さん。はい、そうです。びっくりやわ、妻って言われた。妻って言われたことないんですけどね。あんまり。だってなんか植え込み、なんか生産者の人で植え込みに行く。あ、行きますね。もう何十年も行ってますね。あ、そうなんですか。はい、植え込みとか。鉢物植えて、へー、はい、行ったりとか。バンバン現場じゃないですか。あ、現場ですね、私はね。どっちかというと。現場大好きです。現場大好きで。ジムより。もう絶対座ってじっとしてるのが嫌です。嫌で。はい、すごい。やべ、大物見つけちゃった。すごい、手際もいいし、実際植え込み行く。はい、行きますよ。いいですね、でも自分のところで作った。そうです、そうです、そうです。ね、もう自分のところの苗を植えるのが一番。ねえ、はい、気持ちいいですね。こんなにしようかなって毎回変えるんで。はぁ、はい、嬉しいわ、これ。楽しいです。ねえ、はい、チェック厳しそうですね。そうです。チェック厳しいです。あ、ダメって言われて。そうそうそう、この品種ダメだよとか。そうそうそう。なるほど、はい、いいですね。うわ、お客様も会えました、はい、さてこれ今ハウスをぐるーっと回ってきて、僕たちが一番最初にいたところがあっち。そうですね、今あそこで人が歩いたところの今反対方向来ました。ここのコーナーというか、ここが、はい、クローバーですね。クローバー、地元オリジナル、オリジナルですね、はい、うわすごいすごい。ちょっと水やってる。あ、アキラハボタンですね。ハボタンもやられてる。はい、ああいうピンクの。まあ、これもオリジナルじゃないですけど。はあ、すごいすごい。これよこれ。めちゃくちゃ綺麗。見てじゅんてさん。クローバー。なんか。ないでしょ。いや、黒と赤あるなんて初めて見ましたね、これ。ねえ。かわいいですね。オリジナルクローバーって何種類ぐらいある？今ね、20種類ぐらいあるね。もっとあります。30ぐらい。ダメ出されましたよ。あれ？まあ、あれ？まあ、いいですよ。30ぐらいある。細かく細かくよね。クローバー職人？そうなんですよ。この手際見てください。いや、見た目の今もうなんかクローバー。いや、そんな20どころじゃないですよとか。クローバーの生産責任者ですね。池さん。池さん。はい。池さん、これクローバーすごいじゃない。これ今なんか出荷用にってことですか？そうですね、県外出荷、明日出荷ですね。明日出荷。うん、うわ。クローバーってどれぐらい前からやってらっしゃるんですか？いや、長いですよ、これも。あ、長いですか？うん、15年は。はい。へぇ。で、何、毎年毎年出てくるんですか？まあ、少しずつは、はい。新しい。一品種とか、まあ出さない年もありましたけど、一品種ぐらいずつは新しいのが出てきますね。クローバーけどちょっと生産が合わなくて、こう消えるのもある。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はあ、クローバーってそんなに、なんですか、新しい品種とかで出るもんなんですか？あまり出ないですよね。出ないですけど、種類たくさん持ったら、こうね、自然にこう、なんか枝代わりとか、中には見つかるっていう。へえ。これもう、なんか話してる間に池さんがもうどん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 やってるんだけど、池さん何年ぐらいやってるんですか？はい、何年ぐらい？ 10年ぐらいですかね。クローバーに関してはクローバー一番長いです。そういうことですね、はい、責任者っていうことは。そうですね。やっぱなんかこの手際の良さとあれなんですか？そうです。管理能力というか。そうですね。うわ、ほんと綺麗やわこれ。ラベルの刺すのも早いですよ。ちょっと早い早い。機械ね。機械。お墨付きじゃないですか、社長の。やっぱこれなんかハボタンがあったりとか、うん、オリジナルがあったりとか、はい、まあ、他の品種があったりなんですけど、やっぱ担当者みたいな方が責任者。そうで、大体そのハウスごととか品種があるところはハウスごととか、まあやっぱ品目のこういうクローバーって量が多いじゃないですか。それでは一人こうつけたりとか、はい、なるほど、はい、大変そうだね、池さん頑張ってね。言われなくてもっても、なんだろう、こう喋りながらさ、例えばさ、手を止めるなとかって言うじゃん、はい、止まらない。止まらないし、喋りながら止まらない。僕なら手止まっちゃいます。でしょ。なんか声聞こえたらうーんと止まるでしょ。もうずーっと。すごい頼もしいですね。そうですね、現場にスタッフがね、ありがたいですね。こういう苗が皆さんのところに池さんが刺したやつが来るんです。ね、池さんもらう。池さんが刺したやつが全国の園芸店とかホームセンターに。この方が指してると一応認識させてください。ありがとうございます。池さん頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。どうもありがとう。いやー、いいですね、スタッフが
優秀なのと責任感があって。じゃあ美穂さん、はい、早速ですけどバイトの件なんですけど。そうですね。そう、今日はアルバイト、あの池さんした、あのアイアツみたいに、はいはい、こうなんか やるやりたいです。わかりました。まあ多分、まあ、ビオラの方で。ビオラの方、はい、わかりました。行きましょう。じゃあちょっと作業やらさせていただきます。はい、じゃあ美穂さん、はい、作業何やればいいですか。はい、橋田君、中期で橋田さん、お邪魔、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。亀君にちょっとあの作業の、はい、どんなことしたらいいかちょっと、わかりました。教えてください。はい、じゃあよろしくお願いします。橋田さんはどういう立ち位置の方ですか。橋田、課長ですね。あ、課長。そう、はい、そう、まあ、課長、この、あの農場の栽培の技術の、技術の、はい、いろいろ管理。課長よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。じゃ現場も責任者っていうか、そうですね、もう大体把握されてて、はい、もう指示出す。そうです。ああ、じゃあちょっと僕橋田さんに聞いて、頑張ります。はい。またじゃあ後よろしくお願いします。はい。はい、じゃあよろしくお願いします。何やりましょう。まず今一番そのうちのオリジナルのビオラの出荷が一番ピークなので。はいはい。じゃあまずこのビオラの掃除の方から。ビオラの掃除。はい。任してくださいよ。掃除。ダイソンって言われてますから。お店なんかでも。ダイソン。あの作業能力が変わらないダイソンって言われてます。お店なんかでもじゃあ。あ、そうですね。もうやっぱりダメになった花は抜いたりとかってするんですけど、はい、ここもそういう感じなんですか。そうです。で、今結構今農場からバーッと拾ってきたんで、はい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 。今農場である状態はもう言ったらつぼみがあったり、うんうん、今最中状態やったり、もう枯れてもう種が入るやつとか、はい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 。うん、こんなんはあるので、うんうん、でもこんなんはもう抜きちゃいます。そっちは、うん、はい。で基本まあこの時期はもう12月なんで、なるべく咲いてる方がやっぱお店屋さんもやっぱいいと思いますので。なるほどなるほど。まあ基本咲いてるやつは置きます。はいはいはい、はい、うん、終わってるやつとか。そうですね、完全にもこんな、しおれて、しおれたりとか、うんうんうん、もうこの耳のところがちょっと、はい、霜なんか当たるとこんなになっちゃうんで。こっち霜降りるんですか。あ、降ります降ります。あ、そうなんですね、はい、寒いですよ結構。へえ。真冬なんかもたまに雪降ったりするので。はあ、はい、じゃあ結構大変ですね。そうですね、パンジーなんか余計傷みやすいんで霜なんか、ね、確かに確かに、ね、そんなんはもう出荷のまあ1週間ぐらい前にハウスの中に、寒いなって、あの霜が降りるなと思ったらもう1週間ぐらい前に中入れて霜が当たらんようにして出荷してる。大変、はい、結構その手間が。なるほどですね。じゃあ花柄積み、はい、これをじゃあチェーパートナー。オッケー、一緒にできるってやったね。山崎さん、はい、山崎さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。先輩よろしくお願いします。これはどういう段取りでやればいいですか。この僕がここに座るじゃないですか。はい、座って、はい、この出荷前の状態なんですけど、はい、今こうバラバラの状態なんで、はい、これが仕上げていくケースなんですけど、はい、こう山型になるようにっていうか、こうドーム型になるように最終仕上げたいんですよ。高さをね。はい、そうです。で小さい株からいって、まあ、真ん中が大きくなるような感じで、はい、こう掃除をしながら、うん、こういうふうに、まあ、ラベルを立てながら。はあ、はい、これミックスでいいってことですか。そうですそうです、色をミックスして、はい、あ、この前のやつを徐々に移動していけばいいってことですか。いろいろとこう大きさがバラバラなんで、例えばこれとこれやとこっちが低いですよね。低いので、まあ、高さで言ったらこういう感じになりますよね。はいはい、うん、なるほどなるほど。そういうのを高さに合わせて積みながら、そのケースの中で自分で選ぶってこと。そうですそうです。うわー、並び替えながら。重要じゃないですかこれ。お願いします。やべえ、これで行って売れなかったらどうしよう。いや大丈夫です。これでできるだけこう、はい、あんまり同じ色が並ばないように。あ、ミックスもする。ミックスも、うん、そうです。あんまり赤とか並ばない。なるほど、これめちゃくちゃセンスがいるじゃないですか、これ。大丈夫です。売れるためにじゃあ頑張ります。お願いします。で、やりながら、はい、この最後にこれを刺せばいい。そうですかね。あの、できたらまあこう一列、例えばまあこう通じ渡ったとするじゃないですか。はい、でこう、まあ、大きさ今バラバラですけど、うんうんうん、ここまでまあ掃除が終わったとすると、うん、でこう4つ刺して。
あ、4つずつ。このようにすると刺していきやすいと思います。なるほどなるほど、はい、オッケーです、オッケーです、オッケーです。でこれ明日出荷分なんですけど、明日、はい、はい、本当はこう7列になるんですけど、ちょっとぎゅうぎゅうに詰めると蒸れるので、はい、うん、ちょっと1列前に外す感じで、こういう感じで、はい、なるほどなるほど。であとはこのトレーでいけばいいって感じで、分かった、なんとなく分かります、なんとなく。違ったら教えてください、怒ってください。いえいえ。じゃちょっとやります。すいません、はい、先輩のやつちょっと見ながらやります。よっしゃー、やりますか。っていうことはこう見てダメな花チェックして抜く。ちょっとこの辺抜こうかな。なんか嬉しいねこれね。これがさ園芸店の元に行くわけでしょ。そうですね。これどっちが山形っていうのは両サイドが低くなればいいですよね。そうですね、基本的に、はい、真ん中が高くなればいいですね。こうなればいいですね、はい。低いやつを選んでた方が山形って、うん、ねえ、もう呆れそうや。これだね。分かってきた、分かってきた。もう積むのはもう慣れてますね。まあ、最近積んでないけどね。サボりがちなんで。こういうとこやね、これ。ほらほら種ついてるぞ、これ、うん。種がついてるところを取りながら。よっしゃ。うわーこれ地道だわ。うん、これはちょっと花柄摘んでくださいって僕言うけど、うん、一言だよなこれ。こんだけ数あると大変よ。そうですね、大変ですね。こうチェックしてさ、うん、ちゃんと見てダメなやつをチェックして。お、これなんかわりかし良さそうだな。あんま花もさ、うん、今咲いてる状態がいいっていう話だからさ、取りすぎちゃうと、うん、見栄えがしなくなりすぎちゃうじゃんこれ、うん、多少は残そうかなみたいなとか。よっしゃ、これでもなんか面白いかもしれない。黙々とやる作業ですよね。黙々とやる作業だね。だけど本当に花柄取ってこの状態で買いたくなるかっていうのを考えたからね。これそうです ね、確かにこの状態で、うん、いいかどうかっていうの、買いたくなるかどうか。このつぼみも上がってくる計算してさ、うん、してやってたんだからね。うわこれもねセンスとらわれるわ。案外この配置が違うだけでさ見栄えが悪くて変わりますね。そう、売れないなんていうパターンになっちゃうじゃん。これはちょっと大変よこれ。山崎さん、はい、山崎さんここ何年目ぐらいですか。5、6年ぐらいだと思います。5、6年、はい。なんでここ三本さんとこ入ったんです。私家が梨農家なんですけど。あ、そうなんですか。ちょっとあの半日だけと外に働きに出たいなということで。ほう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 。ちょっとここで半日でいいですよっていうことだったんで。あ、じゃあ今パートさんで来られてる。はい。ああ、なるほどですね。時期的には11月ってやっぱすごい忙しいですか。忙しいですね。忙しい。ここですよね。ここ。はい。梨の方も忙しいんで。ああ、なるほど。梨の忙しい時は、うん、あの休みいただいてるんです。なるほどね。でそういう、あ、じゃあもう二通りでやるわけなんだ。そうなんです。へえ、すごい。梨ってなんですか、この高知県でも結構できるもんなんですか。そうですね、針木の方で新高梨っていうのが、うん、あ、新高ね、はい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 、あの有名なんですけど。へえ、ここで作ってます。なんていう農家さんなんですか。山安と言います。山安さん、はい、うわ山安さん出会っちゃった。山安さんに出会っちゃったわ。うわ、ここなんですか、もうみんな仲いいですか。ぶっちゃけ。そうですね、ぶっちゃけです、うん、仲いいです。あ、仲いい仲いい、うん、社長ってどうなんですか。ちなみに、え、何がで社長、え、三本さん、どんな方。社長です、うん、あのおしゃれで。おしゃれ。でも確かに、なんかあのこういったちょっとパンジーあるじゃないですか、ビオラとか。ええ。洒落てますよね、三本さんのところの種類。そうですよね、やっぱ新しいことをね。あれでも研究して、結構社長の趣味が多いんですかね。あ、そうなんですよ。あそこまでは分かんないですか。へえ。ちなみに専務いるじゃないですか。はい。専務怖いですか。
人怖くないです、優しい。あ、優しい。なんかいいとこしか出てこんね。いかんない、いいとこ分からな、うん、皆さんいい人です。いい人多い、ええ、へえ。でもあれか、梨農家さんで農家のもともとさ作業とかそういうのは慣れてらっしゃるというか、外でね。そうですね、外でするのは一緒ですけど、やっぱ作業的にはちょっと違いますね。全然違う、うんうん、でも植物いじるのは好きでしょ、でもきっと。そうですね、そうですよね、土を触るのは。そう、そういうことですよね、はい、これだって本当に土とかさ植物触るの好きじゃないとなかなかこうあれじゃない。扱い方とか、うん、難しいと思うよ。さあちょっとだんだん慣れてきましたよ。そうですね、うん、やっぱ俺もこういじるの好きだわ。花コツコツ作業、コツコツ作業。よっしゃよっしゃ、これ売れますようにってあれだね、お願いしとかんとかね。そうですね、うん、どこの園芸店に行くんでしょうか。楽しみですね。で、刺してラベルを刺して OK、はい、姉さんこれできましたよ。これありがとうございます。これ一列外せばいいんですよね。はい、ここ一列、もう一列入れてもらって。もう一列入れる、はい。配色が難しいね、なんかね。バランス見た目のバランス。よっしゃ、はい、姉さんどう。あ、綺麗です。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。うわやったね。姉さんいいって言ってくれた。じゃあこういう感じで山盛りセット。すごいですね、この両サイドを下げて真ん中を上げてちゃんと花向きようにセットして出荷。コツコツやってます。あ、亀井くん、はい、あ、すみません、じゃあ、次の作業はちょっとまた行きたいと思います。はい、お願いします。米内さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。置いていっちゃうけど、はい、ありがとうございます。さあ、次の作業、次の作業。まあ、ビオラ終わったんで、はい、次、うちのオリジナルのまたクローバーがあります。あ、クローバー、はい、僕さっき見たわ。あ、農場の方で、うん、あ、そうそうそう、あれやる、はい、それの出荷今やってるので、はい、はい、そっちの方はちょっと。あ、なるほどなるほど、はい、やりますやります、何でもやります。今クローバーをここでやってる。あ、ここクローバーやってますね、はいはい、うわ細かい作業じゃん。あ、ふげさんこれどういう、あれ、ここにまた起こるじゃないですか、ふげさん。向こうにおったと思ったら循環以上や。これをじゃあ掃除していきます。はい、はい、あ、じゃあ これ掃除ですか。はい、あ、池さんちょっと詳しい掃除のあれを。掃除の仕方、はい、あ、池さんが教えてくれる。ただ枯れたのと草をのけるだけ。草取るだけ。そうそう、ちょっとゆっくりちょっと池さんやってみてくださいよ。ゆっくりゆっくり、この枯れたやつ、はあ、それと草、草、はいはい、はい、早っ。職人だよ、この指の、この、これが。OK? OK? うわー、すごい細かいよ、これ。入れたらまた戻すんですか？そうですね。この草は、ハサミを使って、あ、ハサミで根っこから取るって感じですか。そうですね、はい、この作業できるかな俺。できるけどこんな早くできなさそう。早いわこれ。早いですね。早いわ。タイムアタックみたいな。タイム間違いない。どっちが早くできるかみたいな。対決になっちゃうねこれ。いやーこれすごいわ。やっぱベテランすごいわ。こうちょっとあれ欲しいんだからね。真似んとかね。真似ないと。これはでも
確かにこうやってふわふわってやるとこの下のさ見えてくる、見えてくる、やっぱり濡れちゃってる部分とか、これ細かっ。ミケさんこれの好きなんですか？あ、嫌いではない。そういうことですよねこれ苦手な人はちょっと結構きついかもしれん。結構きついでしょこれ。これいっぱいありますからね、これ気が遠くなるぐらいあるんですけど、これこれもでもこのまま出荷するんですか？これ。そうですね、あ1個やるのに結構時間かかりますからね。かかるかかるかかる、結構かかるよこれ。どうですかこれ。はい、いい。おーしゃ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 ーよっしゃー。で俺ちょっと課長のところでやろう。これすごいよこれ。課長これやるんですか？たまに。たまにやっぱ追いつかないとか。僕はそう、うん、そんなにはやらないんですけど、パートさんが結構やってくれる。こっちはメインでやってくれてます。けどはるかに多分掃除はビオラよりは大変ですね。いや大変ですよこれ、はい、葉っぱなんで。確かに花を摘むだけやったらこうパッパッパーで割るんですけど、はい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 、なかなかこの入り組んだ葉っぱを受けないからので。確かになかなか大変です。黒葉を。確かにね、はい、大変なの作りやがってと思ったこれ大変。課長ちなみに、はい、な何歳なんですか？僕36です。36ですか、はい。25とか4かと最初本当なんか社長が課長ですって言ったけど、これどう見てもなんか大卒の新入社員かアルバイトの人冗談で課長って言ってるのかなと思って36、はい、じゃあずっとここでやらってらっしゃったの？僕は今6年目で、6年目、はいはい、30の時に、三本さんのところここへ来て、はい、転職で来ました。あ、前職は何だったんですか？前職は市場の方に勤めてました。花市場。青果の方ですね。青果って言ってもあの果物とか、ああ野菜の方、あっちの、まあっちの青果なんですけど。あ、なるほどなるほど、はい、青果の市場。そうです。へえ、まあちょっと畑違いなんですけど、まあ学校が僕農大へ行ってたので。はあ、はあ、地元ですか？はい、地元です。ここ近くに農業大学校ってあるんですけど、うん、そこでまあ花勉強してて、うん、でまあ就職は市場へ就職したんですけど、はいはい、そこからまあやっぱり花がやりたくって、うんうん、栽培、まあ育てる方ですね。市場はやっぱり、なるほどなるほど。市場はなんか売るというか、うん、売るって、まあ、荷物を集めたりとか、はい、集めてっていう方なんで、やっぱ作るのやりたいなってことで、僕は、うん、ちょっと見よったところでこう三本園芸っていうのを見つけて。三本さん何で見つけたんですか？食案のなんかあるんですよ、うん、収納を目指す人の専門、はいはい、専用のなんかツアーみたいなのがあって、でそこでまあここが入ってて、うん、あとトマトとかいろいろ何軒か回ったんですけど、うん、社長がちょっと講演してたんですけど、まあそれ聞いて、あすごいなってすごい、うん、クローバーもこれ前はヨーロッパで売り出してたんですよ。ヨーロッパでも出してて。あ、ヨーロッパに売ってたってこと？ヨーロッパでも今も多分その何ですかね、まあ直接卸すというよりはパテントというか、そんなんで向こうへ委託して、うん、展開してたりして、ビオラなんかもオリジナルで作ってて、あすごいって思って、社長の話聞いても、あここしかないと思って、うん、あそうなんですね、はい、もう来ました。もう本当は募集してなかったんですけど、あそう、もともとけど僕はもう社長に、いやここで働きたいですって言ったんですね。言って、うん、面接やってもらって、はあ、OK が出た。 OK、うん、そこから今6年です。じゃあ何もう変な話の社長に惚れたみたいな。あそうです、ね、言ってしまえばそのあの時のちょっと感動しましたね、話に。それでここへ来ました。へえ、じゃあなんかあれなんですね、魅力あるんですね。あそうそうそう。社長怖いんですか？いや優しいですよ。優しい目元すごい優しくて、すごい優しそうだなと思うんですけど、なんかやっぱこんだけ広いところで、あけどやっぱりすごいその栽培とか、うん、その花に関してはやっぱり、うん、ここはこだわりっていうのはやっぱすごいってやられてるので、やっぱすごいその出荷とかの
花の掃除具合だとか、うんうん、そのさっきあのビオラでこう見せ方、はいはいはい、ただ並べるんじゃなくて、うんうんうん、こう両端下げてこうドーム型にする、それだけでまあ見え方が全然変わってくるので、やっぱそういうところはすごい、なんていうか、こだわってますね。それでも、はい、逆にすごいですよ。それってなんかむしろ販売店がやることで、うんうんうん、そのどうやるふうにね、うあの 売れるように配置するかっていうディスプレイであったりとか、はい、でもこの状態で選んでもらえるようにってことだったりするんですよね。あ、そうです、ね、買ってもらえるように、まあ、ビオラとか、まあ、いくらでも言うたらいっぱい作ってる人いる中で、はい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 、どう綺麗に見せるか、そういうことですね。僕らにどう売るかですよね。そうですね。で、僕らがお客様にどう売るかなんで、うん、なるほど。そこでこうな、うん、同じところに並んでるところでどう選んでもらうかっていうところまで多分見てるんだと思います。すごい商売センスあるね、うん。生産者ってイメージ的になんか、まあ、とりあえずいいもの作っときゃいいでしょうみたいな、うん、っていうののとこはまたちょっと違うくて、いいもの作るけど綺麗にちゃんと苗自体が見えるように、はい、工夫というか、はい、抜かりなく。これ絶対僕やったやつ売れますよこれ絶対売れますよこれ。綺麗にしときますからこれ、はい。最後池さんのチェックを池さんのチェックが一番厳しそうやん。ちょっとじゃあ、もう一つ植え込みの作業があるので、あ、どうですか、ちょっと行きますか、あっちへ行ってみましょうか。どうですか、はい、行きますか、行きますか、はい、やれる作業はやりたいな、うん。これハウスの中ですね。そうです、次じゃあ植え込みを、植え込み、はい、おーいいですね、やっていただきたいと思いますんで、はい、何の植え込みですか、はい、ポピーです。あ、ポピー、ポピーで、こっち今年、あ、これじゃあ売るときお箸使うんで、あ、お箸、はい、へえ、これじゃあ箸で植える。これが今、種まきして芽が出た状態なんですけど、はあはあ、これを、こうやって出てもうたら、うん、あ、根が出てるんで、うんうんうん、でこれを、こう優しく真ん中になるように。なるほど、はい、でこれ でこれ結構今その首が伸びてるんで、この地際から、うん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 、ひょろっとね、はい、はいはい、でこれそのまま植えるとやっぱグラグラになっちゃうんで最終、はいはいはい、でこれをこの地際で固定するみたいな、はい、土でこう、なるほど、こうなったらしっかり首が座るんで、はい、でちょっと土足し持ってこんな感じですね。オッケーです、やってみます、はい、じゃあこれをぐーっと入れて、首がちょっと結構折れそうでしょ、首が折れそうな感じこの首を押さえて上げながら固定。これじゃあ例えばいろんなやつ種まきとかして、はい、こうやってひょろーって出てきちゃって首が長くなるよとかってあるじゃないですか、はい、まあ、例えば、まあ、ここはないかもしれないですけど、そのパンジービオラとか種まいて徒長するみたいな、大きすぎたりしたらやっぱちょっと深めに植えるというか。あ、そうです、パンジービオラなんかもちょっと伸びたやつ、まあ、ちょっと深めに植えたら最終結構仕上がってくれるんで、固定できる感じで、はい、なるほど。なかなかベストの時期に植え、なかなか売れん時もあるので、はい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 、はい、やっぱあるんですね。そこを、はい、植え方でなんとかこう持っていく、ああ、技術というか、まあ、一番いい時に植えたいんですけど、うん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 、なかなかたまに追いつかん時とかあるんで。へえ、これちょっとおもろい、これはちょっとあれだな、僕に合ってるなこれ。結構新鮮ですかこの作業は。あ、新鮮だね。こういう、こんな、なかなかこういう植えることってあんまないですね。ないですね。これ2本出てるやつもそのまま植えちゃっていいですか。あ、大丈夫です。大丈夫ですかね、はい、ハイチューママそのまま入れてもらっていいですか。ハイチューママ、あ、土佐弁がありましたね土佐弁です、ね、ハイチューママってどう。ハイチューママ、ハイチューママね。あいいっすねいいっすね、方言。ハイチューチューニャーニャ、チューチューニャーニャ、なんすか、土佐弁の語尾につくんですよ。
なんとかチューって。なんとかシチューとか。ああ、聞くね、聞くね。龍馬、龍馬をイメージして。坂本龍馬。なんとかシチューっていう。ああ、ニャーは？ニャーは話しかける前の時に。ニャーニャーっていうの？それがニャーって。マジっすか？土佐弁は。にゃにゃめちゃくちゃ可愛いじゃん。にゃにゃ若い人はあんまり使わないかも、ね、20代とか。ああなるほど。僕らまあ僕ら割と地元が田舎なんで、割と土佐弁使いますけど。うわ面白。三河弁はジャンダラリンっていう。ジャンダラリン笑えるでしょチューチューにゃにゃみたいな。ジャンダラ最後 につくんですか。そうそう、ジャンとかダラとかリンとかってやつ。リンって言うんですか。うん、ヤリンって言ったりする。これヤリンしてみなっていうのはヤリン。そう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 。やってみりんとかですよね。やってみりんとかでみりんみたいな。あ、面白いですねやっぱり。はぁ僕今度ニャーニャーって言おう声かけるときにニャーニャーって、うん、いいですね方言ね。ミネッパでもここのスタッフでないで話してるときはそういうみんな地元の方言なんですか。そうですね、まあすごいこうな生っちゅうのは生っちゅうの、まあ、割と年のいった、うん、おんちゃんおばちゃんは割とがっつりとされる。割と僕らの世代でもチューチューニャーニャーは言いますね。へえ、チューチューなんとかシチューっていうのはよく使います。シチューね。あの、なんとか焼きっていうじゃないですか。ああ、キーはつ、キーもつきます。キー、キー、あれ、キーキー、シュー、キーキーって語尾にキーがつく。キー、四国のあれってなんかキー、なんとか焼きってああ、言うじゃん。広末涼子があの CM 賞って。あ、そうなんですか、はい、へえ。広末涼子って高知か。あ、そうです。あ、そうだ、高知やった。これポピーのあれですか、はい、新しい品種ですかこれ。あ、そうです。今年あの売り始めたやつですね。ポピーのアメージンググレー。アメージンググレー、はい、ヨーロッパから社長が見つけてきて種を仕入れてきて、うん、初めて入れた。よっしゃ、できました。ちょっと課長に見てもらおうかな。課長これどうですか。ダメ。いや、いいと思います。大丈夫そうですか。うん、大丈夫です。土地も入っちゅうし、入っちゅうし、この作業をずわーってやるんですね、これ。そうです、これがだいたい150ケースぐらいあるかもしれないです。これをこう毎日と。なるほど、お察しします。じゃあこれ続けていきます。そしたらじゃあ、作業だいたい一通り終わりましたんで。あ、そうですか。ちょっと一回休憩入れましょうか。休憩、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。一段落です。はい、はい、皆さん、はい、アルバイト終わりました。あ、どうも、お疲れ様です。どうでしたか。あんまり綺麗にできなかったですけど。あ、そうですか。あの、一生懸命やったんで多分売れます。あ、だ僕だったやつ売れます。ちょっと後でチェックして。あ、ありがとうございます。はい、あと皆さん、ちょっとお時間いただいてよろしいですか。あ、大丈夫ですよ。もう少し、はい、三本園芸さんの話を聞きたいなと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、三本さん、今日はありがとうございました。いえいえいえ、どうもお疲れ様でした。触りしかやらやってないんですけど、生産者さんの苦労が分かりました。ちょっとの間でも。いやいやいや、これちょっと今純平さんこれ見て、この下、この広さ感や規模感やばくない。めちゃくちゃ広いですよ。こことこの内側もそう。そうなの。このハウス、そうなの。ふふふ、動画だったり向こうにも花ある。あ、向こうにも花がある。はい、貴重なハウス。まず向こうはクーラーハウスって、ちょうど夏場温度を落とすハウス。はあ、すごいな。こんな広いところでやられてるんですけど、はい、これ三本さんのところのこの花ですね、はい、パンジーグラとか歴史的な部分でいうとどれぐらいなんですかこれ。僕は30歳の時ですから27年ぐらい花苗を生産してますね。じゃあ三本さん1代というか。そうですね、もうその前は野菜の生産農家でして、ハウスの中でピーマン作ったりメロンと生姜作ってました。あ、全然本当に畑違い。そうですね。へ、それが、まあ、お父様ですか。そうです、そうです、まあ、やられてて、
なんで花に変えたんですか、変えたというか。そうですね、その時農協の、まあ、清楚年部っていう部がありまして、はい、そこでちょっとパンジーを作って、うん、お祭りでパンジーを売ったっていうのが、うん、あ、これ面白いなと思って自分で作ったのがきっかけですね。へえ、うん、なんかその時作ったパンジーはよく売れた。うん、そうです、そうです。普通の大輪のパンジーでしたけど、はい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 、それがよく売れて、あ、これ自分で作ってもいけるのかなと思ってやったのが、まあ、いろいろ作って、はい、ほで、けど売るところは分からなくても、そうですよね、本当にこう道端でもう無人市というかですね、花並べて、カンカン、そう、カンカン置いてみたいな、本当にそんなやり方で、そこから、そこから、いや、これでもよく売れるな、あ、よく売れたんですね、はい、ますね。で、まあ、あと市場を後から知って、花の市場に出したりとか、はい、徐々に広まっていったというか、これでも大輪の普通のパンジーから、はい、今、もうすごいたくさん、ああ、その頃からと全然すごい多くなりましたね。それも何かきっかけでこうそういった種類って増えたんですか。その、あ、そうですね、僕はたまたまそういう園芸の雑誌見てて、はい、育種家さんっていうか宮崎に育種家さんがいて、うん、その記事を見てですね、いや、これ面白いんじゃないかと思って宮崎へ電話して、うん、川越先生っていう方なんですけど、うん、未だにちょっといろいろね連絡取り合って育種のことを習ってますけど、雑誌を見たのがきっかけで。なるほど、はい、すごいなんかおしゃれなものって、まあ、ざっくり表現すると、うん、センスがすごくいいなと思ってたんですけど、うん、あ、これはあの社長のセンスなんですよね。いや、まあ、センスというか、そうですね、なんか好きなものをやっぱ僕はなんか、うん、どっちか かわいいものよりかわいくみたいな、なんかできないかなと思って、たまたまね、長女がそういう絵を描くのが好きだってして、あれ、絵を描くってあのそうキャラクターですね、ラベル、ラベルのキャラクター、はい、あれ娘さん描いてるんですか。そうなんですよ、実は。へえー、はい、すごい、はい、ラベルのキャラクターを娘さん描いたやつを指してるじゃないですか、うん、あれ なんで描かせたんですか。ですね、ウサギにちょっと似た、今でもあるんですけど、ウサギミーモっていう、 あります、はいはい、それが花たまたま農場でできて、うん、これとなんかウサギで売れたらいいねっていう、ね、家族でちょっとそういう話があってですね。ああ、なるほどなるほど、うんうん、でウサギは生まれたんだけど、身元のミーモを取ってミーモになったんですよ。ああ、そこね、あ、それは僕のアイデアですよ。ミーモ、ミーモとさんのミーモでくっつけて、それで、あ、うちの娘は結構そういうキャラクター、ポケモン世代でキャラクター描くのが、確かにあれポケモンっぽいわ。そうなんですよ、それでちょっとね、あの描いてもらって、ポケモンではないですけど、まあ、そういったね、キャラクターをこっちが次発想が生まれてきたっていうのが今の流れです、ね、一番最初に出した時って、あのキャラクターの、はいはいはい、何年ぐらい前ですか。うん、小学校5年生、ちょっと小学校5年生5年生、今もう29歳なんですけど、計算してください。ちょっとパッと、小学校5年生が書いたの。書いたんですよね。あ、けど今のああいう感じじゃなくて、はい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 、もうちょっと本当にこう可愛らしい感じの、もう今はもうちょっと残ってないんですけど、はい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 、ラベルとしては。でも書いたやつを、はい、ラベルとして出した、ウサギのラベルでつけて出す。すごい。それでも娘さん喜んだじゃないですか。そうです ね、自分が描いたやつがだって、うん、そう、ね、全国、お花と一緒に全国に行ってっていうところ で、その頃やっとこう ちょっとずつ大阪だとかね、近場の大きな花の市場なんか出し始めてた頃ですね。なるほど、はい、なんとなく溶けてきたぞこのパンジービオラのラベル、はいはい、あれが結構謎で、謎というか、うん、僕すごく好きだったんですよ。あ、まあ、今でも好きなんですけど、はい、今はやっぱパンジービオラとかものすごくこうおしゃれじゃないですか、はいはい、もういろんな生産者さんの出すやつ、すっごいおしゃれ でラベルもめちゃくちゃおしゃれというか、はいはいはい、高級感、ね、高級感がある、そうそうそう、金銀ちりばめたような、そうそうそう、中であのパンジービオラ その素材はすごくおしゃれなんだけど、うん、ラベルがキャラクター絵のシリーズがブワーって、はい、そうですね、ね、はい、あれっち結構衝撃的で、僕的には、はいはいはい、僕結構手書き系のポップとか手書き系のなんとかって結構好きで、なんかやっぱこういうの必要だよなと思ったんですよ、園芸店のお店の中に、はい、やっぱ子供さん、はい、うん、最近よく親子で買い物に園芸店来る家族さんが多くなったんですよ、すごく、はいはいはい、うん、の中でやっぱ子供と一緒に植えるとか、うん、
子供に選ばせるとかっていうその親御さん結構いて、はいはい、で結構な確率でその三本さんのビオラ持ってくるんですよ。あ嬉しいですね、はい、それはやっぱ、ま、キャラクターが可愛いとか、ね、そうですね、子供的な感覚で、はいはい、そうですね、なんかでもそのきっかけってすごい大事じゃないかなと思って、花だけじゃなくて、あ、そうですね、ね、あれがなんかすごいいいな身元園芸はと思って、はいはい、勝手にアクセスしてきちゃいましたけど、いやいやありがとうございます、うん、あのキャラクターのビオラはすごい画期的というか、うん、であと、まあ、もう一個ちょっと言わせてもらうと、はい、キャラクターのあれはすごくいいんですけど、ええ、名前、あ、めちゃくちゃじゃないですか、名前めちゃくちゃというかそうですね、あの名前誰か、何これみたいなね、ありますね、中には大体なんかあるじゃないですか、定番的な、ね、例えばそのメジャーどころで言うと歌姫とか、そうですね、 なんとか姫とか、ね、そうありますね、あるじゃないですか、うん、そういう、うん、そういうのは分かるんですよ、はい、でもなんかロシアンブルーの秘密とかフライングサンタとかなるほどもう発想ね、発想がそうですね、これ品種名でいいのっていう、そのツッコみたくなるような名前つけれるじゃないですか、はいはい、あれって社長が全部つけるんですか、つける場合もあったんですけど、最近はもうちょっとね、うち あの女性たちの従業員のアイデアも助けていただきながら、はい、ちょっとまあこういろいろつけてる場合もあります。なるほど、あれでもできる過程としたら、まず花ができるんですよね、その品種として、で、はい、できたらラベルを先に考えるんですか、名前を考えるんですか。まずですね、名前が先に決めてですね、それからキャラクター、それに合わせた花と名前を見ながらキャラクターが生まれる。ああ、なるほどなるほど、そうなんですよ、花を見てまず名前ですね、名前見て、うん、これにしよう、名前、そうですね、でそれに合わせてお娘さんがキャラクターを描く、そうですね、いやなるほど、すごいっすねそれでなんかもう通っちゃってとか、なるほど世に出るっていうのがすごいし、はいはい、なんかやっぱその皆さんでこう意見出し合ってみたいな感じで決めるっていう、そうですね、はあ、シリーズは面白いわ。で生産の方でちょっと詳しく聞きたいんですけど、はい、パンジービオラ今メインになっちゃうんですけど、ここって高知県じゃないですか、はい、高知県って、うん、僕結構センサー社って、まあ、パンジービオラでもいろいろおるじゃないですか、はいはいはい、全国各地に、います、います、ね、で ちなみに三本さんのところ この高知ので栽培してる三本さんのビオラっていうのの特徴っていうと、はい、どんな感じで作られてるっていうのが特徴的なの。特徴、そうですね、まあ、特徴は、まあ、一番、まあ、選ぶ段階では、まあ、可愛いとか他になかなかちょっと、ない色だとか見ながらですね、うんうんうん、ちょっと、まあ、選んではいますけど、うん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 、それやっぱりなかなかその固定をするっていうかね、安定するまでに結構時間かかったりします。はいはいはい、はい、やっぱり3年以上とか5年とかですね、同じものが大体出揃うまでは、はいはいはい、はい、そんなに結構時間かかったりします。なるほど、はい、でここなんか霜がさっき降りるとか、はいはい、高知って暖かいのかなとかって思ったんですけど、はい、案外寒い。そうです、霜は降りますね。ここ12月になって3回ぐらいは弱い霜なんですけど、0度にはなってないですけど、はいはいはい、2度ぐらいにとか3度ぐらいにはなってますね、夜、うん、寒さも当たって。そうですね、で大体今日露地でやるんですか。そうですね、まだ露地で大丈夫です、ね、露地で大丈夫。1月になるとちょっとこう葉っぱが黒ずんだりとか、ちょっとあの葉っぱが汚くなったりとかしますけど、花が汚くなったり、そういった時はもうハウスに中に入れてちょっと置いて綺麗にして出すという形ですね、はいはいはい、あとちょっと突っ込んで聞いちゃうんですけど、はい、僕ちょっとあの土とかそういうのすごく興味があって、その地方によって全然土しか、ね、変わるじゃないですか、 すごく、はい、ちなみにここの高知の栽培してる土っていうのはどういう土で、ですね、この山をね、だいたい削るとですね、ま、赤い土だけって、高知県だけだけっていう、だけ土って言うんですけど、だけ土、はい赤いこれ高知県だけなのかわかんないですけ ど赤い、それを、うん、崩すとポロポロっと本当に柔らかい、あの本当にこう土なんですよ、はい、塊なんですけど、もともとそれを崩してるところがちょっと心当たり2か所ぐらいその土屋さんがあって、うんうんうん、でそこからそのこの山を崩した元が、まあ、だけ土って土の赤土を小さくしたものを混ぜて、うん、あとはバーク堆肥、バーク堆肥、高知県は本当山がね、はいはい、多いですね、うん、県で、それでそのバーク堆肥っていうのは木の皮を、幹、はい、うんうん、はいでですね、うん、でその皮の部分を細かくした部分をバーク堆肥を作ってるところがあってですね、
それと混ぜて配合して作ってます。それがもうベスト、はい、そうですね。あとはあのものによってはパワーライトとか、うん、バーミキューライトを入れたりですね、オリジナルパンジービューラーに関してはバーミキューライトとパワーライト もう少し軽くしたり通気性を良くしたりするために入れてます。最終的に それがまあ問題なく本当に通気性も良く、もし大雨が降ってもスッと水が抜け ける外でも大丈夫っていう、はい、すごい。でも言ってしまえば土もなんか高知の。そうですね、土がね、そうですね、2割か3割ぐらい入ってますかね、はい、でバークもここの高知県の針葉とか広葉樹とかを使ったバークタイプ、こんなん知らなんだっすよなるほど、ご当地ビオラみたいな感じじゃないですか。そう、そしたら土もそうですね、はい、土も、はい、いやそういうなんかこだわりがあって、こだわったものでこだわりの品種改良をして今世に出してるんですけど、さあ言っちゃおうかな。何ですか？あのキャラクターあるじゃないですかね、はい、めちゃくちゃ可愛いキャラクター、はいはい、あれって毎年なんか新しい品種って出してるとか出るんですか？出すようにしてます、努力して、はい、あれはやっぱ なんかもう今の段階でそういう来年用というか今年用というか、そうですね、ちょっと実はまああの向こうの畑の方にね、うん、あるんですけど、あるんですか、もう試作品種が、試作品、はい、200品種ぐらい、200もできる200品種ぐらい一応その次の、うん、まあ1年後2年後3年後の、なるほどなるほど、はい、出てくるようなやつがその中からまた選んで、なるほどなるほど、来年5つかとか5品種とか出てくるような予定なんですよね。5品種いや分かんないですね、その時によってもう減るかもしれないし増えくるかもしれないし、まあ、5品種はっていうなんか目標はありますね。なるほどなるほど、はい、そこにですね、もしこれ僕の提案です、はい、はい、もし、うん、怖えな怖いですね。もし良ければあのカーメン君のオリジナルラベルビオラって出せたりすることの可能性ってあのゼロかどうか教えてください。なるほど、ゼロか僕はゼロだったらゼロだし、そうですよね、あのパーセントがあればぜひ生産者さんとのちょっとなんかこうで、特にあのねラベルあるじゃないですか、あのかわいい、はいはいはい、あれの仲間に入れてほしいんですよね。なるほどこれは結構な交渉よ、うーんカーメン君、そうですね、あの、うん、いや、いいと思います。いいと思ういいと思ういや、新しい僕取り組み大好きなんでちょっとチャレンジしたいです。本当ですか？はい、これやばいっすよ、これゼロじゃない、いや、ゼロじゃないしかやってみたい、まあ、とりあえずもうやってちょっと面白くなってくるじゃないですか、はい、本当ですか？じゃあ2022年のあれ、三本さんのビオラって出始めるというのは何月ぐらいから出るんですか、世の中に？もう10月下旬ぐらいからは出始めますけど、しっかりしたいい苗っていうのはやっぱり11月10日中旬ぐらいが一番いいと思います。はい、来ました来ましたじゃあ作りますか僕はまあなんとかね、なんとか一緒に作るというか、もう三本さんのところがもう育してもうその植物自体は作ってくださるんで、はい、もう僕はそのラベルとかネーミングとかその普及の させるのにちょっとお手伝いを、広告担当、広告なのでその娘さん、はい、ともちょっとやり取りさせてもらって、あ、喜ぶと思います。喜びますかね、はい、うわー嬉しい、やばいやばい、これちょっと結構やばいですね園芸業界初、そうです、初ですよ。しかも身元園芸がやってくれるっていう。新しいこと好きですか？いや、やっぱりね、こう新しい品種をいつも開発してるんで、はい、そういうことも大切だと思います。大切ですか、はい、うわー、ということで2022年秋リリース予定
名前何になるかまだ何も未定です。ここからちょっと詰めてどの花を選ぶかこれからですね。そうですね、やべえワクワクしてきたここから叫びたいやったぞみたいなこれ嬉しい。僕は本当に今日バイトで、みもと園芸さんのビオラは正直もう全国やっぱいろんなところで販売されていて、結構インスタ見てもやっぱりどこの地方でもみもとさんのビオラ買われて寄せ植えされてるっていうところがあって、いやこの全国的だね生産者さんのところにね、やっぱり信念なんで、やっぱここはアルバイトに行かなくちゃと思って来た見た結果、なんと次につながる大きな一個ができました。じゃあ今後とも皆さんよろしくお願いします。わかりました、よろしくお願いします、頑張ります。はい、というわけで今回の神くんガーデンチャンネルはみもと園芸さんを特集しました。よかったかなと思う方ぜひともグッドボタンよろしくお願いします。あと神くん×みもと園芸オリジナルビオラ作ってほしい、期待してますっていう方もぜひともグッドボタンの方よろしくお願いいたします。じゃあみもとさん、視聴者さんもたくさんいらっしゃいますんで、はい、何か一言いただけると嬉しいです。はい、まあ、これからもですね、ビオラやクローバー、本当にこう、一生懸命いいものを作ってですね、皆さんのお手元に届けたいと思いますので、また園芸店で、探していただいて買っていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということでみもとさん、今日は本当にありがとうございました。はい、あ、いえいえ、どうもありがとうございました。